5月19日から6月30日までの期間、ユープラザ宇多津では第10回町民写真展が開かれています。この写真展は宇多津フォトクラブの皆さんが主催をして毎年開催されているものです。新型コロナウイルス感染症が広がる中、少しでも訪れた皆さんに楽しんでもらおうという思いから今回の開催となりました。展示されている写真は宇多津フォトクラブ会員の17人と一般参加の方1人の合わせて18人の作品です。テーマなどは個人の自由で、風景や人物、動物など様々な写真が68点並べられています。いや、これはね、もう会員さんの皆さんの楽しみの結晶だと思いますね。いろいろなところへ行ったら、ことのあるところで、まあ、目についたいろいろな綺麗だなと思うところを撮ってきとると思いますね。いや、まあ何回か言うようなね、あまり考えておりませんけど、まあ、会員さんの皆さんが遺産で作品を出してくれるから続いておるような、そういうものですかね。会員さんが楽しんで、撮影してきたものを人に見てもらう喜びというものがあるんじゃないかと思いますけどね。今回はですね、こういったコロナ禍の時ですけども、こんな時やからこそ、皆さんに作品を見て喜んでいただこうということで、やっていますが、今回は長いんですよ、44日間、1ヶ月半ぐらいあるんですけども、あの長いからですね、今日から、6月の30日の期間でやっています。作品をその間で前期と後期に分けて2回あの作品は入れ替えするようになっておりますので、ぜひ前期と後期写真を楽しんでいただければというふうに思います。なかなかこんな時期やから、自分で足を運んで行く言うてもなかなかね、行けないところもあろうかと思います。この写真撮ってカメラマンの方はですね、まあ、いろんなところ、まあ今回の写真やから今回撮ったというわけじゃなくて、今まで撮ったコロナでない時の写真もあろうかと思います。まあ、ぜひ、また見ていただいて楽しんでいただければというふうに思います。第10回町民写真展は6月30日まで開催しています。後半の展示は前半に展示しているものを一部入れ替えて6月19日からの展示となっています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。